依頼の件で来た。本当に陰府にいたずらされてるのか、それとも刑事自体が陰府のいたずらか。ふざけないでくれ、ウィッチャー先生。もちろん陰府なんておとぎ話だけの存在だ。だがこの目で見たんだ、俺の店から盗むのをな。わかった。陰府はどんな見た目をしてた。意地の悪い太った猫に似てる。ただし巨大だ。こんな背丈だぞ。しかも後ろ足で歩いていた。何を盗まれたんだ。ある時はパン、それから魚、それからリンゴ。多くはなさそうに思えるだろうが、合計すれば大きな損失だ。しかも困ってるのは俺一人じゃない。広場中の屋台から何かを盗んでるんだ。それで銀の剣で奴を懲らしめてくれるか。落ち着け、手を貸してやる。小規模事業ってのは健全な経済の基盤とかなんとか言うからな。ありがとう、ウィッチャー先生。役に立つかは分からんが、最近その泥棒があの壁を飛び越えて通路に走り込んだのを見た。奴を見たのはそれが最後だよ。これは珍しい。エルフと聖堂衛兵が仲良くおしゃべりとはな。仲良くだと？とんでもない。この差別主義者は身体検査を要求したんだ、理由もなしに。非人間族ってだけで理由は十分だ。何も見つからなくてよかったな。森に帰ってフルートでも吹いてろ。いい香りだ。聖堂衛兵団は野暮な男ばかりと思ったが。公務中の役人を侮辱するか、この化け物め。この町ではな。お互い様だ。お前はドップラーだ。盗み癖のあるな。さては商人たちの依頼だな。ああ、またしてもこれか。本気で怒ったウィッチャーを見たいか。お前は俺も老けたな。やめてくれ、降参する。外見を真似しても同じように戦えるわけではないぞ。それでも姿を真似れば人間性はわかる。気持ちも。確かに俺はドップラーを殺さない。だが皆がそうだとは限らない。そんなに盗みをしたいならノビグラドを離れて別の場所へ行け。この町はドップラーが生きていくには厳しい町だ。ああ、捕まらないと思ったんだ。自分の技術を過信した。自業自得さ。痛い目にあって思い知る可能性もあった。潮時だ、どこか遠くへ行く。だがその前にこれを。感謝の印だ。さようなら、ウィッチャー。